松戸学園のベンチです。そして画面の手前にいますのが選手役、監督役の選手、土屋貴明選手です。今年の松戸学園はボトムアップという手法でチーム作りを進めてきました。監督の指示通りに動くトップダウンの逆、選手の意見を吸い上げてチーム作りを行います。ですのでこうしてベンチに監督役の選手がいます。土屋貴明選手は部員の投票で監督役に選ばれました。前半の10分が経過しました。